ないから。はいはいはい、はい、出しますよ。はい、はい、おいおい、開演前に怪我するだろう。そのぐらいの方が面白い。楽天ならいいけど俺はダメ。やめなさいよ。はい、でも偉いよね、マンキさんって。 あ、いいよこれで。ダメだって、壊れて。俺のだから、ちゃんとやってくれる。いいよと、ごめんなさい。すごい、これがですね、はい、あの出す時の作業着なんですよ。いや作業着じゃねえよ。あ、違うの、リッチオラだよバカ。あ、失礼しました。何言ってんだそれ用の。銀座もこれで歩く、ええ、あ、そうなの。バカじゃないのか。銀座も赤羽も、うん、どっちも。そうだね、北千住も。主に北千住赤羽方面を行きますよ。銀座行かないんじゃない。うるさいわ。あれだぞ、え、お客さん結構厳しそうなお客さんだな。なんで。あんな、あれマニアックだ、あの親父は。ああ、え、ヤクザじゃない。ヤクザじゃないよ。ヤクザじゃない。ヤクザじゃ、夢空間の社長だよ。あ、夢空間の社長か。ヤクザじゃねえっつうの。しかも向こうの料理の方が気になってるって。どういう俺たちを取りに来たんですよね今日ね。もちろんです。というわけで日暮里館始まりますけども、はい、3月でね、うん、一応なくなるということだったんですよね。はい。そうですね。はい、移転をする予定だったんですけども。はい、今ね、はい、まあまあその先方さんのまあなんかね、こうごたごたって言って、もっともっともっと柔らかく言いない。柔らかく。トラブル。いや柔らかくねえだろ。トラブルっつったら。なんて言えば。なんか揉めてるみたいじゃん。揉めてはいないんですけど、つまり僕ら出ることになったんですけど、時期がちょっとね、なんかちょっともうちょっといてくれと、伸ばしてくれと、伸ばしてくれということって。まだちょっとここで急遽やってまして、うん、そう、まだだから次のね、移転先は決まってないんですよ。決まってないんですけども、ただまあ、探してはいるんですが、なかなかなくてね、場所が。はい、でもやっぱり日暮里でやりたいよね。まあ日暮里でですね、まあ、日暮里か銀座かどっちかなんですけど。候補なんで銀座ってなんかあんの。なんか白鵬が部屋を探してるらしいんで。あのね、はい、白鵬みたいなそんなのいらないの、はい、この木はこれちょっと相撲部屋みたいだけどさ。そうそう、いらないんですよ。だからちょっとこう隣にあったらかっこいいじゃん。いやだからかっこいいとかね、はい、形でもこっちがかかるの、こっちが、ね、そう、なんか道とか教えなくても、ああの白鵬さんの部屋の隣の隣です、日暮里館じゃなくたっていいんだよ。だからでも犬小屋サイズでもいいんだよ。だからだったら銀座でやることはねえじゃねえか、別に、はい、もう場所が銀座ならだから、はい、やっぱりね、日暮里館っていうぐらいですから、はい、やっぱり日暮里というね、はい、ところにでやりたいわけですよ、はい、僕は。まあまあそうですね、だから今までのこのパッケージがあるんで、はい、このパッケージをねこう生かすためにも日暮里館、そうなんです、日暮里がいいかなと思ってるんですよ。でもいろいろ考えてるけどね、はい、だからもしあの自宅を開放してもいいという方は、そうです、日暮里界隈でいらっしゃったら、ぜひここまで、はい、お問い合わせって古いね、言うことが。これやりたかった、一回この指の先に出てるのが兄さんの電話番号だったらどうするの。よせよ、よやりかねない夢空間は。いやいやいや、私どももね、一つ日暮里に夢の空間を持ちたいと思って、ね、そうです。だから新夢空間ということで、こっちが、はい、違う、ね、夢空間がなくなった後でしょ、新夢空間は。そうじゃないでしょ、だからこれは関係ないんだから。違うんだ。だって2年ぐらいじゃねえかなと。やかましいわ。社長なんとか言った方がいいよ。おお、来た、ほら。え、何だって。ヤクザなんだって。殺すぞ、これ。すごいこと言ってます ね。夢空間もぜひともよろしくお願いします。もちろんもちろん、はいはい、というわけでいいのかな。はい、はい、いいのかしら、ね、でまたね、あの移転先が決まったら、うん、またあの皆さんにお知らせをしたいと思います。8月末にっていう、今のところ、先方さんの依頼というかね、末までというふうに言われてます。末まではこちらでやってますので、はい、ただ、はい、末までできないから7月までは間違いなくここに、はい、で、7月までは移転先を見つけましたらまた連絡を何かの形でさせていただきます。じゃあこうしますから。古いんだよ。何を言うの。これで電話って今の子わかんないよ。わかんない。 ジーコロコロでしょこれ。ジーコロコロ、ジーコロコロなんてないんだ。ここダイヤルって言わないもん。あ、電話が来てる。ちょっと公衆電話走ってくるから、うんうん、意味がわかんないだろ。ポケベルだよ。ポケベル。ちょっと所作が下手だ。林は所作下手だから。いやいやいや、固定に出てこねえだろポケベルって。いやいや、でも地話には結構出てきます。出てこねえよ。じゃあ今度最先端ポケベル時代っていう落語作ろうかと。中途半端に古いよ ね。 そうですね、はい、失礼しました。うん、そのこの先のことをちょっと楽しみにしていただけるとありがたいです。ぜひぜひ、だからもう彼もね、あの病気も治って多分入院患者から普通の人間になると思いますから、それも楽しみに来ていただき。病院から来てきたんじゃねえよ。あ、違うのこれ。違うよ。あ、失礼しました。病院の浴衣じゃねえよこれ。あ、違うの。違うよ。おじいちゃん本当におめでとうみたいな感じ。検査する時の肛門検査の時、そう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 、お尻が割れてるやつじゃねえよ。で逆にこう履いちゃうっていうね。いや申し訳ございません。何が見えちゃうんだよそれ。は
はい、というわけで、我々の独演会が、はい、夢空間主催でございます。はい、はい、まず三遊亭満喫独演会、はい、7月の、はい、28日なんで詰まったんですか今ここ、はい、大丈夫ですか本当に。やっぱ緊張するとね、緊張、はい、今まで全くそういうのなかったのに急に、はいはい、あ、そうですか、ね、やっぱ急ににわかに緊張して、今喉首絞められたの声出してたから 今まではさほど大事なこと喋らなかったんで、今一番大事なこと喋ってるから、ここが大事なの、はいね、ここだけ大事だから、はい、ここだけ大事って今まで何だったんだい。じゃあ遊び遊びっていうんじゃねえよ。7月28日です、東京芸術劇場お姉さん言った方が早いじゃねえかこれ。池袋の東京芸術劇場で言えてないじゃねえか、だから緊張してるからじゃあ満喫さんは7月の28日、はい、池袋の東京芸術劇 場夜7時開演でございます。夜7時開演です。はい、で、私林家武江独演会が、はい、どうぞ。12月7月の29日、29日夜7時から、はい、同じ池袋東京芸術劇場、ね、はい、次の日でございます、はい、ぜひよろしくお願いします。この調子だとね、はい、この調子だとひょっとしたら緊張してますから、ええ、出演者がテレコになっちゃう可能性もある。与太郎だよそれ、間違えて行っちゃうかもしれない。こっち行っちゃって行ってもまあ同じ場所だから泊まればいいよ翌日だから、ね、ぜひとも2日連続来ていただければと思います。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。お待ちしてます。ほら手振れ、ほら